ついに夢にまで見た表銀座重曹をケロリン山岳部のメンバーとですね行ってきたいと思います。最初はねまずは合戦尾根を登ってバクロだけですよ。今回はねもう欲望捨ててきたから。あれアサシンはどうしたん？アサシンねだいぶ遅れちゃってるんで。アサシン取らない。お待たせ。これ楽しみ。うまい。たまらん。だから本当の食べ方はやっぱりすごい。ここは本当に綺麗。イルカだ。メガネだ。お、ナメクジあったよ。これ現存してます。つばくろ岳登頂。まだ入り口ですから皆さん。うん。まだまだ始まったばかり。頑張りましょう。BLT サンド岩。レタス、トマト、ベーコン。あれ、槍が出てくるじゃん、もう。すげえ近づいてる。すぐそこじゃん。うわ、これ登んの？これ降りて登んの？やばいだろ、これ。だいぶ来てますな。いや、だいぶ来てますよ。ヨロヨロです。この登りやばくねえかい？きついよ。なかなか攻めてくるね。しんどい。この登りめっちゃきつかった。ここが本命じゃない。うん、マジ、うん、このザック背負ってよくここまで来たよ。まだ初日ですけど始まってすらなんか確かにしんどいな。頑張ろう。あとちょっと毎年5月14日はつば九郎だから。あ、どうぞ勝手に行ってください。いや、お前も強制参加だよ。やだこれ誰か落ちた後でしょこれ。いや怖いなこれ。あ、結構むずいよ。あ、落ちてるねこれ。あー、これ行ったね。あー、ほんとだ。うん、ここ気をつけながら行かないと。石ころ注意ね。いや、冗談抜きだよ、ほんとに。木とかが助けてくれないですよね、これね。あれの向こうどんだけ遠いの。え、どれどれ。え、あの、雲の向こう。雲の向こうあれは無理だよ。え、雲の彼方ってこと。雲の無理だあれあと何時間かかんだあれ。やばすぎるだろあれは。雲の彼方なのマジで。うわー本当だ、結構まだあるんだ。なんて言っちゃった。あの雲かかってるやつやねえかっていう。答えあれ登るの。そういうことです。マジかよ。つらっ。地獄だと思ったのに、なんかもっと地獄がいたんだよ、あそこに。あのラスボスか。なるほど、なるほど。マジ、心折れるよ、これ。折れるね。あー、小松さん、ありがとう。いやー、最後の登りが見えましたよ。うん、どれ、あれ。え、遠くね。いや、もうちょっとって感じだよね、ここまで来れば。やりきったよ。じゃあ僕はここで。何もしかしたらちょっとこの花に癒されてる。これすごい可愛い。何これ。何これ。これなんてやつ。ん、知らん。これも可愛いね。うん、綺麗な花だな。もうちょっとか。まあ天使のはしご見える。見えるよ。心綺麗な人じゃないと見えないらしいから。いや、見える見える。本当ですか。見えます、余裕です。わあ、後ろ見てみ、すげえ。あ、歩いてきた稜線。奥が、お、奥があれつば九郎か。そうだよね。遠いね、こんなあるじゃん。歩いてきたね。すごくね。いやあ、なんかすごいな。今3時間、2時間50分経った。ここまでかかるね。でももう目の前だよ。 あとはあのあれ40分くらい登るだけか。結構だな。ああ、ありますよ。階段。急な階段。マジか。なるほど。結構すってきたね。よいしょ。あ、本当にこれ結構あれだよ、ポールしまった方がいいかも、マジで邪魔だ。うん、結構邪魔。下に集中してる上のザックが。そう、ザック引っかけるし。よいしょ、なかなかスリリングでしたよ。
おっかねえな、なんかゆっくりいいわ。うん、これ左注意ね。はいよ、左やばいよこれ。左がフラッといったらやばいね。あとちょっとだよ。来たか。やっと分岐です。え、ポテンションヒュッテがまっすぐ。大転送って左だよね。うん、上面方面に一回行くんだ。うん。え、何？カメラはこっちに戻ってきてるって言ったら。いや、違う。上から向こうの方にグッと行っちゃう。これを大転送方面。上ってことか。そう、常年の方に行けるんだ。もうこの上が点灯です。あと30分、40分登れば我々の今日の1日目の目的地、安息の地に、安息の地にユートピアね。めっちゃ遠いって。見えねえじゃん。遠いよ。見えますって。歩いてきた道で全部見えるよ。すごい綺麗。何キロぐらいなんだろうね。何キロだろうね。6キロ広くなるのかな。大転送まで 500m。 あとちょっと頑張りますよ。もってこの最後の登りマジきつい。石ころがもうやばそうだよ。まあまあゆっくり行きましょう。あ、来た来た。見えた。ああ、あれか。はあ、遠いっちゅうねん。めちゃめちゃ疲れた。大丈夫、あれ蜃気楼じゃない。いや、もうその可能性もあるくらい錯乱してる今。だって最初さ、ああ、あの山かってさ、違くて、じゃあ次の山だ、ああじゃあ次の山だの繰り返しでさ、登っても登っても終わんねんだもん。着いたよ。結構テントが埋まってるよ。ほんとだ、すげえ人だな。受け付けしていきます。お願いします。ここキャンプ地にします。このぐらいなら十分だろ。めっちゃ混んでてね、うん、なんかつば九郎の方はさ、まあ混んでるのはしょうがねえかと思ったけど、こっちあんまりねえかと思ったらいるのよ、ね。まあ、とりあえず準備しますか、テントの。ああ、もうヘトヘトですよマジで。まあ早く、一刻も早くくつろげる体勢に。ああ、そうです。ちょっと我々先に二人で食べちゃいますか。じゃあ本当にお疲れ。お疲れお疲れです。鬼うまい。これやばいっすよ。最高。あ、もうダメだ。うん、もう決まったこれ完全に。これカロリー取っといた方がいい、エネルギー。うん、まずね、いただきます。うん、QBB。 おはようございます。昨日もちょっと疲れ果てて寝ちゃったんで、今4時20分朝のポテンションだけ踏んでいます。こっから近いんでしょ。10分か。まあ多分これじゃあ何も見えなくて踏むだけになるぞ。うん、めっちゃガスってるよね。昨日よくどう眠れた。いや、もう爆睡、もう全然記憶ない。あ、マジで。めっちゃ雨降ってたけど、あれ、俺いつ寝たっけなみたいな感じ。目を閉じたらなんかもう朝の。羨ましいな。あっという間だったな。うん、ほんと10分15分だな。15分も10分ぐらいだよ、ちょうど。
10分ぐらいか、うん、はい、おでんしょうだけおいで、おいでよピクミン、おいで。 2922m、 はい、登頂、うえぇ、朝からテンション高えな。いや、起きて10分で2922。すごくない？うん、天場から10分です。そうですね、今日も元気に行っちゃうよ。もうついてけね、今のとこ。あ、お天照岳の頂上で、はい、ハイテンション、マジついてけね。ちょっとまだ朝起きたわけで血圧高まってないんでやめてもらっていいですか。行くよ、やりが待ってるよ。はいはい、もう眠れた？おかげさまで2時間くれんか。おい大丈夫か。よしさ、このさサンダルをさ、うん、ちょっと高い位置に帰ってくんねえかい。引く、超邪魔なんだけど。尻しばかれてるみたいになるんか。しかも泥だらけだから毎回尻が汚れてくる。今日が核心部ですからね。西岳経由の東釜尾根から槍の方に行くっていうコース、一番やばいとこでしょ。うん、なんか東釜尾根が核心だとかっていうふうにさ、いろんな人が言ったけど、人によってはなんかあの西岳から水俣の越しの下りの方が怖いとかっていう人もいたりとか。 あ、そうなんだ。そうそう、まあ、何にせよ今日が一番注意な感じらしいけど、ちょっとマジ気をつけねえとな。だんだん、そうそう、朝もやが、うん、晴れてきたね。なんか幻想的だな。綺麗なんだけど、すごい。めっちゃ綺麗、本当に。あー、綺麗。すごい。よいしょ。美しいな、本当に。これがお天照ヒュッテ。これもでけえな。うん、綺麗だしね。4階建て。すごいね。頑張りましょう。すげえ。いいね。おお、めっちゃ綺麗。あれが赤岩岳？うん。あそこのなんか雲海な感じも、雲海なのかなあれ。うん。すごいな。すごい綺麗。やっぱ朝はいいな。朝いいね。うおー。いや、もっとなんか言えよ。いや、びっくりしてたじゃん。いや、してたけど。すげえ、すごくないここは。うん、いや本当にびっくりなんですよ。何それびっくり。なんか人にはなんかもっとどうしろこうしろみたいなことを言ってて、自分のびっくりはそれですか。いや、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ、びっくり。え、それですか。うん、え、それですか。うん、今のじゃないですよね、まさか。もちろん、うん、なんかミスター・ミーみたいなんだけど。光栄じゃん、そんななんかすごい人に例えてもらって。槍が、先端が見えるな。本当だ、かっちょいい。すごいね、この天空の城感というか。今日はそこまで行くんだよね。そう、遠くね。確かに遠いね。すごいわ、でもめっちゃかっこいいわ。尖ってんな、今日も。ここも気持ちいいね。ここだってあれ見ながらこうだもんね。そうです。
槍見ながらこうで。すごい。これなんかヤッホーって言いたくなるんだけど。うん。やっとく？ヤッホーイ。覚えとけよ。何？何？いや今こだまが帰ってきたんだ。かっこいいよこれ。今ブロッケ。ちょ動いてみて。あ？あそこにほら。お、本当だ。動いてる。貸して。俺のブロッケ。もうめっちゃブロッケ映ってるよ。虹だね。虹だよ。虹に囲まれて。すごい。映るのかな。すげえブロッケんだよ。うん。初めて見た。それ写真に映るの？写るね。見して見してよ。すごいちゃんとブロッケ映ってるよ。これ GoPro にも映ってるよ。うんすごいや。ん？あ、まだあんの？遠くね。まだ先なんこれ。赤い岩だけ。すげえな。この花畑すごいね。一面だね。今までで一番すごい。おお。あて。この紫のが鳥かぶとか。そうです。このままだと毒はないんかい。いやわかんない。あるね。いややだよ。絶対死んじゃうじゃん。あれを持って帰って誰かの飯に混ぜれば。もうやべえってこと。何？何？今度自分で炭鉱の痕跡を残した。いや、こう言っとけば疑われないじゃん。どういうこと？なんか頭がちんぷんかんぷんすぎてついていけないんだけど。逆にこんなこと言わねえだろって。ロマン君も逆にこんなこと言う人は怪しい。なるほど。君自体人間性がかなり怪しいからね。なんか真っ先に疑われるタイプ。ひでえこと言うじゃん。あ、ほらそこにもあるよ、鳥かぶと。あ、ほんとだ。持って帰ってもおめえの飯に混ぜろ。危ない危ない、行っちゃったじゃん。まあもう隠し事は良くないからさ、やっぱり何でも。見えた、ひょって西だけ。あれか、遠かったな結構。意外にあったね。ね、スタートして、あれ何時に出たんだっけ。4時55分とか。そのぐらいだね。3時間か。まあでも、おおむねコースタイム通りだね。そうなんかな。今回はパスで、時間がね。まあさすがに西岳までちょっと行ってる時間はねえな、うん、着いたね。はあ、あ、すげえ。もう槍見えんじゃん。ちょっと休むか。休むか、うん、槍見ながら休む。西岳小屋近いな。未だかつてないぐらい槍が近い。よいしょ。え、トマトあんじゃん。トマト、これはずるい。買ってきたの。トマト売ってた。300円。うまい、うん、うまいよ。暑いからちょうどいいね。でも、うん、みんなヘルメットかぶったんで、これから怖いとこ行ってきます。よし、行くか。寝ますか。やだね、なんかね、怖っ。いや、滑るわマジで。ね、そっちが怖いよね。濡れてるのがマジで怖いわ。
よいしょ。あーすごいね。怖っ。いやなかなかここだけでも結構スリリングだよね。攻めるな、なかなか。でもまだこれ東釜折じゃないですから、これ白神部の。それが恐ろしいんだけど。東釜折はこんな感じに登るの？どうなんだろうね。見えない。この先にもあるの？この先鎖場だって。結構怖えよここ。てかなんか滑るよね。うん、濡れてて滑る。本当に。どう行くのよ。難しい。足場がねえのよ。落石やめて、怖いから。すいません。いやここも怖いよ。怖いね。足踏み外したらと思うと結構落ちるよ。怖い怖いね。これなんかもう逆向きで降りたいんだけど。いや間違いない。すげえとこに道作るな、マジで。うわなんかこれでまださ、うん、東釜王に入ってないんだよ。恐ろしすぎるでしょ。いや、ここも階段？うん、潮だね。え？え？届かない。え？これ足どこに置くの？ここ左側か。うん、ああ、あそこ着いた。着いた。うん、南部の少しこっから先だ。東釜大海が。よいしょ。これ浮いてる。いきなり結構難所じゃんこれ。難所って言ってもなく、怖くないこれ。いや全然大丈夫。こんなまで降りてたらどうすんの。見えたな、槍。近いね。また隠れちゃうかな。でもラスト取れそうだねこれ。これちょうど行ったらあれじゃない、最高 のタイミングじゃない。最高のタイミングの可能性あるね。今は10時、2時間で登れるだろう。ああ待ってろ、すぐ行くからな。よいしょ。マジかよこれ。どうなってるの？わかんない、まだ下見えねえ。うん、角度がやばすぎてさ、下が見えねえよ。うん、はあ、恐ろしい。めっちゃ怖いよ。おお。どうなってる？うーですよこれ。マジかよ。石ころがちょうど降りてるよ。これ怖いね。うん。慎重にね。見てて怖い。慎重に行かねえと。ん？次どっち行くのこれ？一旦体勢をさ立て直してさ。そう、そっちか。そう、そっち。なんかその岩もなんかすごい動きそうで怖いんだけど、見てて。うん、あ、ちょっと休憩休憩。怖いわ。怖い。
うわマジこれ行くの？どうなってるのかよくわかんねえ。うわ超怖いこれ。え、これどう行けばいいの？回るんが危なくないと思うけど、徐々に徐々に。で、そこの鉄を引いて、ま、前の鉄行ける。これ、うん、ここに危ねえ石がある。やべえ、超怖い、ここ。こんなんでビビってたらダメなんだろうな。大丈夫、俺そう。どうしようもねえな、これ。怖っ。頑張れ。めっちゃ怖い。こうなれ楽勝だ。怖すぎる。結構降りた後の岩のも危ないから。うん。ヒューピーこれ無理だと思うからさ、しまいな。はいよ。俺無理だな。足めっちゃ震える。やばい。何ここ、ここめっちゃ怖いじゃん。怖い。なんならそこまで怖いもん。マジ怖い。やばい。あそこ降りてきたんですよ。あそこも、ああさっきのとこもやばかったか。でもこれちょっと格がちやったわ。これさ、うん、降りる方が怖いかな。登るように。いや登る方が楽そう。あの石がやっぱ難関だよね。うん、あれ落ちてきたんかね。あれ落ちてきた感じだよね。塞いやってるもんね。うん、そこも気をつけなよ。やっほー。はい。なるほど、ここも危ないんだ。ビビって多分おじさんの子になって帰ってきたと思って。お疲れ。怖かった。もう目の前だ、槍が目の前だね。本当についに来たよ、あの槍ヶ岳が。あんだけ騒ぎまくった槍ヶ岳、目の前もう手伸ばせば届くよ。ほんとそんな感じだよな。しゃあ、テンション上がってきた。怖いんだけどそこも。はあ、よいしょ。どうやってここまでハシゴ運ぶんかな。確かに。それがすげえよ。確かにだな。ヘリかな。かな。ヘリで釣ってなんかその辺まで持ってきてもらって。やってなんかな。もう着いたか。はあ。おぉ近い。すぐそこだよ。ピクミン近いよ。おぉやばくね。うわすげえ。やばいこれ。こっちに笑顔ちょうだい。牛すじカレー、めちゃめちゃ腹減った。泣いてんの？涙が出る。うまい。うまい。これも食う？このミニチャーシュー丼。いい一口もらって。いいよ。
もういいや、槍登んなくて満足しちゃった満足しちゃったちょっとこれも一口いただきます。すごいね、これ量がすごいね、これそう、これ500円だからマジでもいいよね。うんうん、あ、美味しい美味しい美味しい。うん、これ何、これルーボスティー、これ何、これ分かんない、ついてた麦茶じゃない。もうダメだ、ここにとどまらせようとしてるうまい、最高最高です。いやもうビールなんか飲んだら決まっちまうよダメだってあと1時間だから歩くのつうかさ、昨日からさ、うん、思ってたんだけどさ、その、うん、何帽子、ちょっとこっち向いて、何それ、ん軍人、んどこの脱走兵何がなんか、山に逃げてきたさ、脱走兵がカレー食べてるみたいないや、僕見えるけど、これはもうただの日焼け止めですよ。何言ってるんですか、恥ずかしながらつけちゃいましたダメだこの人分かってねえぞ。分かった今。もう一回聞くよ。結構有事？さて、腹ごしらえもしたし。行くか。行きますか。やり。もう見えてら。地形なマジで。行くよ。行くか。着いた。すげえ迫力、目の前。ついですよ。感慨深い。あのいつも遠くから見てた槍がさ、この目の前っていうさ。目の前すらないっすよ。よいしょ。よいしょ。このはしごなんかぐらつくね本当に。いや見てて怖い。ゆっくりでいいぞ。ラストのはしご行きますとんでもねえとこ通らすよこれ登山中はなんかリーダーとキャプテンとかってどうかな。でも今回はねこういいペースだった。速すぎず遅すぎずであんま速くても疲れちゃうよ。よかったと思うよ。現れてるね。若干泣いてたよ。本当かよ。やめてよどうした足、うん、もう歩けない。どうですか、いい